い代 <laughs> どうぞボロル数字を確認して正面に向けていただきますさあ改めてゲストの皆さんお疲れ様でしたありがとうございましたありがとうございました,あましたさあ無事2024年4年がお年玉くじ当選番号確定しましたが、はい、あっという間でしたねあっという間でしたね、うん、でもいい経験いい経験しました、はい、<laughs> ありがとうございます今田さんはどうですか いろんな方からお年賀状届いたと思いますが、そうですね。自分も出しましたけど。はい。どんな方からの年賀状が思い出されます。私のところに届いた年賀状ですか。そうですそうです。気になる。上戸彩ちゃんから。どうですか皆さん。直筆の上戸彩ちゃんからの。すごい。でしょ。どんなこと書かれてるんですか。いや写真にもいっぱい字がこの書かれてて。はい。えだってあれなんて書いたかな。 あけましておめでとうって書いてましたよそこから始まったんですそこから始まりましたでもなんかあのお仕事で年末にいつも共演させていただいてでその時の感想であるとか楽しかったですみたいな結構あの一言というよりは結構文章が書いていただいてるんであの毎年貯めてますあいいですね読み応えがあります読み応えがありますねありがとうございます手紙とかハガキが一番気持ちが伝わるので ぜひやっぱり直筆で書いてで書くときにやっぱその人のことも考えますからその思いは絶対相手に伝わるので絶対に書いいいいた方がいいと思いま浅野優子さんが言うてました今の旦那さんとの最後の,あの決め手は手紙やったらしいですから事務所に手紙が届いてあ今時手紙なんですけどやっぱり読んであの気持ちが動いたっていうのを聞いていいこと聞いたと思って今年は俺手紙やと思って。 今、大量の便箋を買い集めておりますから <laughs>、はい、きっと皆さんのもとにもちろんですお任せください。<laughs>